東方巨人ドラ4門脇、1年目からトレーナーを雇っていた。やはり、何のルーキーではない。全ての時間を野球に捧げているからこそ、結果を出せる。あまり遊びの欲がない。オフ前日19日も午後9時くらいに寝て、11時間くらい寝た。休養日の20日は大学時代のトレーナーが沖縄まで訪れ、治療に費やした。21日にキャンプに入って一番コンディションがいいと笑っていた即戦力。まだ勢いは止まりそうにない。新人なのに個人でトレーナー雇ってコンディション調整してる。なお、同じ日に萩尾や坂本は飲んでた模様。萩尾さ、ルーキーでトレーナー契約はなかなかいない。巨人ファンはオフ前日は先輩と飲み行った方がいいって言ってたぞ。門脇は意識低いな。ちな創価高偏差値71、創価大学のガチや。ハム息不可避。筋金入りのエリートで草。偏差値嘘やろと思ったら本当で驚いたわ。 20% くらいの人はマーチ以上に行くとか結構な進学校なんやえ。創価絡みのトレーナーか。ちなみに家族みんな阪神ファンや、奈良出身。巨人の選手で阪神ファンとか当たりフラグやんけ。やばいね、完全に当たり選手だわ。どんどん伸びるで。行く球団を間違えたな。巨人では浮いた存在になること必至。